こんにちは、松本潤です。今日は体操競技や新体操競技においてどうして腰痛になってしまうのかについて解説してみようと思います。体操競技や新体操競技では体を反る運動、ブリッジのように体を反らせる運動が非常に多いので腰痛になりやすいと言われています。また現実的に腰痛になる選手は非常に多いです。しかし職業病だからといって腰痛を諦めていても進歩はありません。ではどうすれば腰痛にならない体づくりをできるのでしょうか。腰痛にならない体づくりにおいて今まで語られなかったことがあります。そのポイントとなる箇所が顎なんですね。顎と背骨がどのように関係しているのかについて少しお勉強してみましょう。一般的に動物は顎を口を開けるときに、例えば、犬でもいいです、ワニでもいいです、想像してみてください。口を開けるときに背骨を使いながら口を開けるんですね。顎の動きと背骨が連動しているというのが動物の特徴です。しかし、人間だけはこのように立って顎だけを動かすんですね。そして、動物のようにしっかり開きません。また開ける必要がないんですね。現代生活では私がたくさんの腰痛の患者さん見てきた中で一番気づいたのは背骨が、腰痛になる方は、ね、背骨の動きが悪いんですが、もう一つ口が開かないという特徴があります。そこで、私が考え出したアゴワークという体操をやってみました。アゴワークというのは簡単に紹介します。こちらです。簡単にアゴワークの動画を紹介しました。このようにアゴワークによって顎と背骨を連動させる動き、本来の動物的な動きを取り戻すだけで腰痛や首の痛みが解消していくことが非常に多いです。もし皆さんの中で口がしっかり開かない方がもしいれば、背骨の動きを制限していることになるのでぜひアゴワークを、やってみてください。詳しくは、ナチュラリゼーション認定トレーナーのもとか私のもとに、レッスンにお越しください。今日は、なぜ、腰痛になるのかについて解説してみました。ありがとうございます。